名取市立総合台小学校でも全校児童413人のうちアレルギーなどの理由で牛乳が飲めない児童16人を除き提供が再開されました。児童たちはおよそ1ヶ月ぶりとなる給食の牛乳を笑顔で味わっていました。やっぱり久しぶりの牛乳最高です。あったかいものばっかりだから冷たいものが欲しい。普通のお茶とかだといつもの家で食べるご飯とか変わんないので、やっぱ給食といえば牛乳なので。改めてお味の方は美味しいです。また給食の30分前には校長ら3人が牛乳を飲んで風味などを確かめました。各学校では当面3人体制での確認を続けるということです。まずは再開できてよかったなというふうに思っております。食育の面からも牛乳が子どもたちの成長にとって望ましいものであるということを声掛けをしていきたいというふうに思っております。この問題は4月25日に東北森永乳業の牛乳を飲んだ一部の児童と生徒が体調不良を訴えたものですが、その後の検査で食中毒の菌などは見つかっておらず、原因はわからないままです。